沖縄の近くまの皆ちゃんに今日の課長報告したいでちゅう、はい、ちょっとね、金浦会長に言われて来たんですけど、大学って言って来たんですけど、羽田空港でそのまま自分ついていかれちゃって、現在に至っちゃう、間が なんか記憶、ちょっとね、記憶がなくて、気がついたら55歳。